対シャドウダブル X が今入場です。よし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 。本日のメインと第2本にてデスマッチヘビー級選手権試合、ヘリプリズムケーブルチェーン手錠デスマッチ時間無制限一本勝負。青コーナー挑戦者ルチャーアーミーエクスプレス両脚バンドアブドラザーブッチャー。さあ一度目の挑戦でダッシュ、そして一度目の防衛で失敗したも2マッチで今日ここの場にいます。チャレンジャーアブドラザブッチャーチャンピオン235パウンドシャドーダブル X。 さあ増永を破り第3代、そして一度敗れたブッチャーにもリマッチで勝ちましたシャドーダブル X、 もう一度迎え撃ちます。さあ中央に2選手が歩み寄り、この日特注されたこの手錠が、まずブッチャーチャレンジャーブッチャーの手にかけられました。そしてチャンピオンです。チャンピオンの手にかけられます。さあこの手錠、試合終了まで鍵は一つしかありません。レフリーのポケットに入った鍵一つしかありません。誰もセコンドは手出しできません。さあルールの確認、ルールといっても生きるか死ぬか、ドクターだけの KO ですよね。これはそうです、デスマッチレフリーの KO ではなく、なくドクターの医学的力の KO だけという、はい、そうです。このデスマッチ、さあ世紀のゴングが今鳴った。初の試みじゃないですか。ワイヤーをくぐって対角線に時計回りに回っていくブッチャーがその半分に入ってきた。しかしシャドウどうする、受け立つか、押されるのか。いやこれは辛いですね。やはりコーナーから自分の場所をうまく作っていかないと。そうです、はい、これは今ブッチャーからすれば4分の3、シャドウダブル X は4分の1しか使えないという、はい、あと申し込まれてます。ブレイクはないですからね。これは経験上この試合スタイル、いやこのデスマッチルールを熟知しているのがアブドラザブッチャー、うん、追い詰めてって感じですね。さあもう外の辺りにチェーン入ってますか。入ってますね。自らの拘束される手錠を逆に有効なアイテムとして利用するアブドラザブッチャー。さあシャドウダブレックス、こういった場合スタミナがまず失われるといっていいんでしょうか。いいでしょうね。さあまず序盤はスタミナを奪うことで、シャドウダブレックス、いやチャンピオンのスタミナを奪うことでブッチャーは終始していくよう動けないですね。もう100何キロ140から150、いや170ですか。170でしょ、うん、こんな体重が乗せてるわけじゃね、嬉しいでしょう体重と、はい、さあこれはシャドウダブル X、 もちろん岡村隆史ではこれを返すことはできないでしょう。さあ場外といっても場外に出ることはままなりません。早くも血が滲んでいる、宙吊り状態、早くも血が滲んでいる。このフォーク攻撃によって抑えることができない。これ手錠をはめたらついたらかなり痛いんですね。痛いでしょうね、まあ、それをじっくり考えてテーピングがだいぶ20、30巻いてますけれども、それでも痛いでしょう。なるほど、鉄ですからねやっぱり、はい、さあシャドウダブル早くも流血、はい、このエリアから脱出することができるのか。早く脱出しなければシャドウダブル X、 意外とでもこのチェーンは動けますね。拘束されているようで、実は場外にもこう、ね、軽く出れるという、なその辺も利用してやってほしいですね。はい、さあこのステージの一戦、さあシャドウダブル X 押されています。アブドラザブッチャー有利と言っていいでしょう。チェーンだけですね、首絞めるという、なるほど、うん、この際なんか気をつければ、はい、なんとなく活動が見出せそうな、はい、チャレンジャーは今そういった分でスタミナをまず奪っていくと、はい、そういった中で狂気攻撃を織り交ぜてきているんですけれども、はい、はい、ブッチャーはもう意識の中ではもう全然チャレンジャーじゃないですよね。なるほど、ただいじめたいというか、なるほど、ただ若いね、このボーイを、はい、もう懲らしめて、なるほど、ジジイの力を見せてやりたいと、はい、そういう感じじゃないでしょうかね。これなるほど、はい、逆に言えばシャドウダブル X は試合勝敗云々よりも、そういった意識をしているブッチャーの、はい、ブッチャーの意識を変える、そういった目を変える、時代を自分のものに持ってくるという勝負でもあるわけですね。世代の戦いですからね。なるほど、はい、そういったものをもっと明確に打ち出していくことが必要じゃないでしょうか。この第2本デスマッチ、はい、さあ第2本のデスマッチ、これから打ち出していくあたって、これが一つの分岐点、いや試金石になるんでしょうか。このデスマッチヘルプリズンですからね。そうですね、刑務所のような状況になってまいりました。さあこの中でシャドウダブル X が何を活路を見出していくのか。池に回ってるって感じもありますけど、はい、狙ってるっていうの感じもあるかもしれないですね。これなるほど、はい、さあチェーンはすでに一重ですが、これを回してもう一重巻かれる、これはかなり厳しそうですね。これは狙っていますよ、頸動脈あたりを押しています。盛んにセコンドついてて、はい、指をそのチェーンに入れろと。なるほど、はい、それだけでだいぶ防げるんじゃないかと。はい、これはもう大きな勘違いだと思いますね。すでに指自体がですね、喉を圧迫するとなるほどいうことになるんじゃないか。なるほど、首吊りのね、あれと一緒ですね、それは、はいはい、
これどうでしょう、まあ、あの逆解説と実況逆になって非常に申し訳ないんですけど、はいはい、首の位置でしょうね、あの顔を持ってくる位置が非常に大事だと思うんですよ。ほうほうほう、喉を出す、それから喉を抑える、つまり全部からしか呼吸を止めることはできないですからね。なるほど、首の部分、後ろの後頭部から首を止めることはできないですからね。そういった部分をうまく使えればと。しかしやってる方はそんな理論ではできないものがあるのはもちろん十分承知の上、うっちゃんもその辺考えてそうですね。一重二重にしたりして、はい、隙間をなくすという、先ほどから考えてるなと思うのは、あの後ろから今締めてますよね、はいはいはい、最初はあの前半はこう前からただ押し付けるだけだったのが一周二周とね、今度はあの後ろからダブルヤルスペシャルを若干混ぜたような形で、あ、なるほど、ね、後頭部に体重の下上で手元に引くというですね、うまい形で相当な技でこのチェーンを使っていきます。アブドラザブッチャー、さあ髪を掴んでナックルを狙っていくところ、ボディ一発だ。さあ切り返していけ、シャドウダブレッジ、フォークを持っていたんですね。フォーク持ってました、ね、狂気を持った手で、狂気を持った手でフルスイング、はいはい、よくあの中学の喧嘩とかでも、あの他の高校、あの中学の生が来ると、あの手に10円玉とかね、花子とか持って人殴った方がいいっていうことでみんな殴ってましたからね。そんな経験はないですね、僕には。待って、手しかがこう10円を握ったんでしょ。握って、あ、そう、うん、まあいいや。でも僕の先輩でフォークで刺した人いましたけどね。さあまずい。さあシャドウダブルチ、チェーンを巻いて、もっとこれいい形ですよ、いい形で、どうでしょう。いいですね、攻めてますね。チェーンをうまく使うとまだいきませんが、攻め立てるという部分ではペンと完全に握り直しています。止まらない感じがいいですね。はい、はいはい、さあ連発だ、今度はチョップを打ち込んでいった、胸に張り手、しかしフォークがまたフォークを持っているのか。もう一回攻められるとブッチャーもう動きが止まってしまいましたね。やはり新世代デスマッチと旧世代デスマッチ、スイングすることはないのか、スイングすることはできないのか。アブドラザブッチャー対シャドウダブル X のこの一戦、さあダブル X、ここは踏ん張りどころだ。シャドウダブル X、ミスターフォーゴの下でデスヒーロー学び、そして一本立ちし大量のチャンピオンになった、はい、あのミスターデンジャーからホールを奪った男が、ここでパウダーを出していった。いい形だ、フリールールのフリースタイルのこのデスマッチ、何でもありだ。そしてチェーンで逆に締め上げてます、うん、いい形で、しますね、はい、ブッチャーは同じような形で締め上げていきます。しかしもうこれでグロッキーですね、ブッチャーは。それだけでは終わらない、シャドウダブル X、 ブッチャーと同じことをして勝ったのでは、新世代デスマッチの世代は変わらない。そして逆にコーナー、自分が後ろに回って引き上げるような形ですね。そうですね、首つぶですよね。おー、目が見開いた、苦しそう。これが最も危険な状態でしょう。このルールの中では有効ではないでしょうか。引き上げていった、危険な状態でしょう、これ。引き上げていった、肉の中に入って見えないですね、もうチェーンが。ブッチャーの目が肉の中に入って見えない、チェーンが上三拍状態、見えず、ブッチャーの目が、呼吸ができないのか。体重あるだけにつらそう。ここでドクターが呼ばれました。はい、ドクターのチェックが、はい、ドクターのチェックが、目を見て判断します、はい、ドクターのチェックが、しかし近寄れない、ここは細かく見た、無理だ、カウント入りやゴークだ、ドクターストップ、そして成功。このデスマッチルールをこの短い時間の中で、ブッチャーよりも逆に一ランク上げた形でのフィニッシュを迎えたシャドウダブル X、 これは一応の評価があってもいいんではないでしょうか。はい、シャドウダブル X がブッチャー退治成功、これがブッチャー戦2連勝、急遽危ないということでレフリーが手錠を外しました。そしてドクターが続けずに、これは呼吸が危ないということを後にしましたね。意識がもう危険だということで、はい、舌が巻かれるということで、はい、意識だけを取り戻すために効き手薬を撒いた模様。そして手錠を外され、これから控え室に向かうのか、アブドラザブッチャー。しかし皆さんご承知のように、はい、アブドラザブッチャー、昭和の怪物黒い術師はこれでは終わらない。シャドウダブル X、 試合で勝った、試合終わったはずなのに、これは気づいてないのかもしれないですね、この時点では。もしかして、いやー、でも気づいてるでしょ。試合に負けたことはもう分かってますか。関係ないんですよね、彼の場合。なるほど、はい、さあ第2本マットこれからどうなるのか。さあ入ってきたのはブッチャーアーミーエクスプレス、重戦車揃いのエクスプレスが、ここで寄ってたがって両手に手錠という状態ですね、これは。取れないという。なるほど、はい、これは自らにされてた手錠が、ここでシャドウダブル X、 両手が動かない、
両手が動かない。そして盟友本場トバキも先ほどジェイソンとの試合でダメージを受けセコンドに突っ込んで守らない。まずは葛西潤が来た、まずは葛西、まずは葛西が止めに入る。やっと本場がコスチュームのままで、コスチュームのままで止めに入る、コスチュームのままで止めに入るが、いかんせんダメージが高い、いかんせんダメージが高い、障害でアウトされてますね。まあでかいのは有利でしょう、こういう肉弾戦に関しては。この中でシャドウダブレクシ大ピンチだ、固定されてますからね、ブッチャの思いのままですよ、これは。しかし、ここは誰もいない、辛いシャドウダブレクシ痛み以上に辛い。さあどうする、収集つくのか。さあ葛西が再び、若手の葛西が上がっていった。しかし現のステリー、いや、アブドラザブッチャージュニアに、さあジュニアを、ここは山川ですね、山川、ね、いやこれも決まらない、リバースのタイガードライバーで一発で動かない、いやこれはダメですね、はい、こういった時にはですね、これタイガーシェーバー良くないと思いますよ、良くないですね、これダイヤモンドカッターとかですね、はい、フェイスクラッシャーとかのような切れ味だ、これはなんだ、これはペンキか、ペンキですか、これはペンキですかね、これはペンキがシャドウダブレックスの、シャドウダブレックスの全身に巻かれた。なるほど、前半はあの乱入にブッチャーが出てなかったらこういった意味だったんですね。あ、そうですよね、これね、はい、いやこのペンキの黄色が意味するのは何ですか。なんかイエローマンキーみたいって言ってましたね。なるほど、はい、イエローモンキー、侮辱です、侮辱されています、シャドウダブルス、いや日本人が侮辱されているのか、はい、さあいや侮辱といえばこの人HW をロンドマンとかやっちゃった人ですからね、その人が逆にやってまいりました。その手に持っているのが何気に HW をバット、バットだから、さあ、ああ正規軍がやっとリングを取り戻すことができた。さあ山川、そして小鹿がなんとかリングを戻すことができたが、しかしブッチャー軍負けてなお結構盛んといったところでしょうか。そうですよね、全然意味返してないですね、これ。そうですね、はい、いやこれもうこの状態、山川選手どうだったんですか、近くにいて。もうダブル X の心配だけですね。いやいや、ダブル X 選手の状態はもう意識朦朧ですね、はい、朦朧としてました彼は。つまり意識はあるんだけれども、うん、はっきりとしたことはできない、できない、起きることもままならないって状況です、ね、なるほど、はい、さあこれがチャンピオンなのか、これが勝者でいいのか、これがメインイベントでいいのか。さあ黄色いペンキに包まれてシャドウダブル X